はい、皆さんこんにちは。小山菓子店5代目小山弘隆です。このチャンネルでは気仙沼の観光情報を中心に小山菓子店の新しい取り組みなどをお伝えしてまいります。今日はですね、前回取材させてもらったこの第一医療よし丸さん、いよいよ明日初出航ということで、1年の航海に出発する前日にちょっとお邪魔して、社長の、佐藤俊介さんにまずコメントいただこうと。そして、明日その出船送りっていうですね、出航をみんなで、見送ると。で、大漁祈願と航海の無事を祈りながら、皆さんで、もう地域の皆さん、関係者の皆さんでそのマグロ船をの出航をお見送りするということを、出船送りっていうのですね、これをご紹介したいなと思います。いやー、もう本当にですね、なんかこう遠くからでも緊張感が伝わってきます。それはこう人の数もそうですし、どっかこう皆さんやっぱり初出航ということで、そわそわしてるという、いろいろこうお聞きしたいところなんですが、さすがにちょっと忙しいと思うので、社長の俊介君にだけちょっとお話を聞いてみたいと思います。はい、では、まだ何も考えてないんだけど。大丈夫ですよ。何話せばいい？大丈夫ですよ。いよいよ、まずはですね、第一両吉丸オーナーの佐藤俊介さんです。はい、佐藤俊介です。よろしくお願いします。前回なんか撮らせていただいた動画がもうすごく大反響で、はい、みんな見てもらってて、ああすごい嬉しいです。やっぱ中でもなんかそういう俊介さんのその思いだとかっていうのを、はい、こう聞けるっていうのを、聞けたっていうのがすごい良かったっていうコメントもたくさん入ってて、ああ良かったです。あとなんかあれですよね、某ゾゾタウンの社長に似てるっていうコメントがあって良かったなと思いますそうですね、それは良かったですと思います。はい、いや、いよいよ、はい、ずっともう作るとこから準備してた第一両吉丸が明日出航ということで、はい、今の心境いかがですか？そうですね、まあさすがにもう自分が最初から関わってますので愛着もありますし、やっとここまで来れたなということで安心もあるし、かなり緊張しますね。これから無事出航して1年航海してきてくれるかっていうのが問題なので緊張してます、はい、1年間緊張しっぱなしですね。緊張しっぱなしですね、はいはい、電話来たらビビりますね、はい、そうです。準備はもう完全に終わった感じですか？もう終わりました、はいはい、全て積み込みも、うん、はい、食料的にはどれくらい積み込むものなんですか？もう基本1年分積み込みますから、へえ、はい、1年分賄えるように。ただ途中で新鮮な例えばお野菜とか追加しますけど、うん、基本的にはもう全て積み込んでます。なるほど、はい、まあ、あと最後に小山のケーキもさっき積み込まさせてもらったんでたくさん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあいい時に一応大量ってちっちゃく書いといたんで。あ、マジで？釣れた時に、おお、記念に食べてもらえればな。それ多分そういうのすっごい喜ぶから、はい、帰ってきたら多分なんか言われますよ。ありがとう、ちょっと黙って作ってください。わかりました、サプライズで、はい、ありがとう、ありがとう、はい。日本人の船員さんは何人乗るんですか？はい、7人ですね、はいはい、あとはインドネシアの船員さんですか？インドネシアの人が19、うん、かな、うん、19。どちらかで合流するんですか？いや、もう全員来てます。あ、乗って行かれるんですか？はい、なるほど。ほんと大所帯ですね。大所帯ですね。19じゃねえ、もうちょっと少ないと思います、うんうん、はい、もうちょっと少ない。定員25で、今回多分20、はい、号は乗ってない気がするんで、うん、はい、無事に船員さんもこっち来れたんですね。来れました。やっぱコロナ禍なんで、普通だったらインドネシアで途中で乗せていくんですけど、うん、やっぱそれもかなりリスクあるんで、うん、1回全員日本に来て長期間ちゃんと隔離して、うん、万全な状態で乗せるっていう形にしました。そうですよね、はい、実際現地行ってやっぱいろいろ関門ありますってなったらやっぱり揃わなくなっちゃう、ね、うん、やっぱりね、現地で、うつる感染リスク結構高いんですよね今、はい、なので
そこはちょっと今回はなしにしました。なるほど、わかりました。そうすると明日出船なんですけど、はい、あのどういう感じでスケジュールがあるんですか？8時半から北野神社の神主さんが来て、ここでまず拝んで、船で拝んで、でそこからまあ大体そうですね、皆様10時ぐらいにお客さんたちがここに集まるん でご挨拶をして、で10時半に、11時に、まあ、船頭が挨拶してから出航って感じになります。こちらまあ、関係者の皆さんもたくさん集まると思うんですけれども、はい、一般の我々みたいな市民も見に行ってもいいですか？もちろん大歓迎です。今結構市内の椿会さんっていう団体さんとか皆さんが PR してくださるので、市内の方もあとは観光客の皆さんも出船に来ていただけるっていう雰囲気あるんで、船の方も喜びますし我々も嬉しいので、もしお時間あったら来てもらえたら嬉しいです。なるほど。情報なんかもそのお世話してる椿会のサイトを見れば。そうですね、あと、ええ、SNS なんかでも結構関係団体とかが PR したり、うん、してますから、はい、そういう触れる機会はあると思います、各線の出船。なるほど、はい、じゃあちょっとそこら辺もリンク先を下の詳細に貼っときます。はい、お願いします。はい、わかりました。いやでも本当ドキドキですね。僕もなんかその緊張感がちょっと伝わってくるような感じで、うん、ここなんだろう、やっぱ新しい新造船で初出航、ドキドキですね。ドキドキですね、はいまずは、無事に、明日出船をするということ で、はい、で明日の方も明日もちょっと取材にカメラ撮らせて行かせてもらいますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、はい、じゃ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、というわけで当日です。出船当日、いやー天気もいいですね。快晴です。第一両義丸さん、今日、4月21日11時に出航ということで、駆けつけたんですが、どうでしょう、すごい人が見えますか？こっちまで緊張しますね。ではちょっと様子をご紹介します。忙しいところあれなんですが、俊介にもちょっと俊介さんにもお話をいただきますかね。お疲れ。おめでとうございます。ありがとうございます。天気も良くて。そうですね。ちょっと風もあって出航日和になりましょう。うん。タイ料金が本当にいい感じでなびいてて。そうですね。はい。バッチリ。本当こんなに多くの人に見送られて。どれだけ多くの人がこう携わってきたのかっていうのがよく分かりますね。はい、気仙沼でいろいろ関係業者の皆さんもたくさんいらっしゃるので、最近だと観光客の人も来ますけど、
こうやっていっぱい見送ってもらえますね、はい、いやありがたいですね、はい、会さんでは、はい、出船送りをいつもサポートしてるんですけれども、はいはい、こういう、はい、あの貸し出し用っていう、はい、フライ機を、はい、お貸ししてます。おみんなで、はい、あの元気にね、うん、お送りしたいなということで、はい、まーす。今ちょうどマグロ船の時期じゃないですか、出港。あと出船っていうとサンマ船とかもありますよね。はい、そうですね、8月17日毎年ね。なんで気仙沼ぜひいらしてほしいです。気仙沼に来て出船送り参加することもできるんですか？できます。あの今ホテルで結構、はい、あのロビーに、はい、今日11時になんとか岸壁か第何とか丸が出港します、皆さんもぜひっていうのを出してくれてるので、ぜひその情報をゲットして、大体はね、あのそのプラザホテルの下の質量が、はい、みんな同じ10分かな。Oh,
されました。のテープで見送りです。今日はお忙しいところ第一両吉丸出港見送りしていただきましてありがとうございます。この船は8号両吉丸からのまた、2艘体制での船になりますが、おかげさまで無事準備万端となり今日の出航を迎えることができました。事故なく怪我なく目標に操業してまいりますが、皆さんの応援を無駄にしないよう乗組員一同頑張ってきます。どうか応援お願いいたします。ありがとうございました。
送られて、はいはい、まあ、汽笛の音がぐっとこう、なんだろう、なんとも言えない感動っていうか、そうですね、悲しいというか、まあ、そうですね、はい、ぐっときますね、うん、はい、で、こっから1年、はい、この土曜で、はい、南マグロを取りに行って、そうです、まあ、大体10ヶ月です、ね、10ヶ月ですか、はい、今一番何を思ってますか。とにかく何より無事出港してできたんで、あとは無事操業して帰ってきてくれることだけを祈ってますね。船もそうだし、船員さんが事故とか怪我ないっていうのが、それだけです、本当。いや、本当、いろいろ準備から、社長業から、お疲れ様でした。お疲れ様でした。まあ、ここからなんですけど、まず区切りとして、はい、無事に、はい、で船送りできたってことが本当に、そうですね、喜ばしいと思います。はい。はい、おめでとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、というわけで、出船送りの様子をお届けしました。いかがだったでしょうかね。なんですかね、僕も直接的な関係者じゃないんですけれども、本当になんかこうグッときました。はい、まあ、こういう本当漁業っていうのすごく大切な一次産業を命がけで、多くの人が携わって、美味しい食卓に、魚、マグロが並ぶんだなと、どうかどうか無事で、安全に、大量満船で、寄港してほしいなと思います。いや、こういうね、気仙沼のその漁業、ぜひ興味を持って、皆さんも気仙沼来た時はですね、漁船見ながら、こういうストーリーがあるんだなっていうのを、感じていただければなと思います。というわけで、小山貸して5代目小山弘隆チャンネル、気仙沼の観光を中心に小山貸してと新しい取り組みなどをお伝えする番組なんですが、以上で、終了したいと思います。また、ぜひ見てくださいね。ありがとうございました。